レンコン団子の和風あんかけを作ります。レンコン 150g、 30から35回ブンブン引っ張ります。均等にみじん切りになるように、途中で容器を上下に揺らします。むきえび 50g、 酒小さじ1、塩2つまみ、10回程度ブンブン引っ張ります。よく混ざるように、途中で容器を上下に揺らします。種を4等分にし、それぞれラップで包み、上部をねじり止めます。耐熱皿にのせ、500ワットのレンジで5分加熱します。和風あんを作ります。水 200cc、 白だし大さじ1、みりん大さじ1/2、ひと煮立ちさせます。煮立ったら火を止め、水溶き片栗粉を加えます。混ぜてとろみをつけたら、団子にあんをかけて完成です。